はいはい、どうも、ペンギンです。今回はライブをやってますが、ライブにしてる意味というのはあんまりないかなと思います。まあ、せっかく、まあ、今回動画を全部アップロードしきったので、まあ、一人で実況するのもなぁと思いつつ、ライブを行っております。ではでは、ロードゲームで。完全に前回からの続きですかね。ディープジャングルの鍵穴を封印した後、赤のトリニティが発動できるようになって、で、レオンのところに行こうという話だったかと思います。アイテムとかは増えてないんですかね。増えてる感じはなさそうですね。ただお金が結構集まってきたので、購入してもいいかなとは思うんですが、ちょっとお話ししてみましょうか。世間話。ほう、あまり変。お、宝箱。勝手に人の家の宝箱開けちゃいますよ。ミスリルのかけら。これ何のマークですかね。特に意味はなさそう。でなんですが、サンダーとかも習得しましたので、3番街になんかできそうなことがあったので、ちょっと行ってみます。わ、ハトで出てくるんや。あ、なんか新しいやつや。羽生えてるし。いて。こいつこいつ。なんか羽生えたやつがおる。制限長くか。結構くれますね。あと一匹かな。もう一匹。おお、いっぱい出てきた。危ねえ。死にかけよったで。サンダーとかってなんか、ちゃんと当たってる感じしないんですけど。よし、ポーション拾ったけど、言って、なんかめっちゃ痛いんやけど、なんで？お、全部倒したか。思いのほかダメージを受けてしまいましたが、ここやったかな。サンダー、で、これで何が起きるの。とりあえずサンダー落としましたけど、一番が家の扉。これで治ったんですかね。
まあ治ったということでいいか。炎、不思議な館、そうそう、不思議な館もね、一回酔ったんですけど、全然、わけわかんなくて、さっと立ち去っちゃったんですよね。うわ、マジか。あれ、キーブレード振ったらいかんないよね。まあよくよく考えたら水面ジャンプなんてありえないことですからね。そうそう、こっから入れるっていうのはちょっとアルティマニアで読みましてですね。お、イベント、あれ？秘密の場所を思い出さない？二人で落書きしたあの洞窟覚えてない？カイリー、そら、やれやれ、思ったより早く来よったの。どちらさんですか、 こちらの方は。僕たちが来るのを知ってたのか。そうじゃよ、ハートレスには見えない。ほっほっほ、わしの名はマーリン、見ての通り魔法使いじゃよ。普段は世界を飛び回っておるが、久々に戻ってきたというわけじゃ。君たちの王様から力を貸してほしいと頼まれてな。ところでドナルドとグーフィーはいいとして、君はどうやら鍵を見つけたようじゃない。王様に何を頼まれたの？その話の前にと。何ですかあれは。魔法のランプか。いや違うな、家財道具一式ってやつか。なるほど、魔法使いらしい。わしはな、君たちに魔法のレッスンをするように頼まれたのじゃ。レッスンの用意はできとる。いつでも思う存分練習できるぞ。やる気になったらわしに言っとくれ。かぼちゃの馬車か、あれ。お、フェアリーゴッドマザーじゃなかったっけ。ほら、やっぱり私も王様に頼まれたのよ。あなたたちの、旅の手助けをさせてもらうわ。大したことはできんが、いつでも寄ってくれ。なぜフェアリーゴッドマザーの名前が出たかというとですね、つむつむ動画をちょっと見てましてですね、若干ディズニーのキャラクターに詳しくなっただけの話です。実際フェアリーゴッドマザーをディズニーのアニメーションで見たことはありません。すげえな、さすが魔法使いやね。ハリーポッターみたい。こっちの方が先か、ディズニーの方が先か。これなんて書いてんやろ。 ABCDEF ABCDEFGHIJK 読めない。あ、お、トリニティ、トリニティあるやん、トリニティ。ちょっとトップに、よし来た。それ青のトリニティか。メガエーテルとお金。
よしよしよし。で、なんか稽古ができるって言ったんで、やってみましょうか。魔法のレッスン。ここでは MP を気にすることなく魔法などの練習ができます。マーリンが操る家具たちが練習相手になります。家具が動き回るのが煩わしければじっとさせておくこともできます。やめたいときはやめろを選択してください。魔法のレッスンも動いて、あ、これでやめるを選ぶとやめることができるのか。え、なんかサンダーで一掃したら、あ、逆に出てきた。そうそう、芝、そうそう、ソニックっていうのが出るんですよね。これがあの、クラウドさんからもらったソニックなんですが、ソニックレイブなんですが、ソニック、あ、今は使えんのか。残念。あるみたいですね。射程範囲が離れすぎるとサンダーが使えないので、ある程度近づいてからじゃないとサンダーは発動しないみたいですね。これバンバカバンバカ連発したらこんなになるんですね。へえ。まあ、ここでしか遊べないというか、まあ、お試し部屋みたいな感じですよね。よし、じゃあ戻るか。フェアリーゴッドマザーは何を期待してくれるんでしょう。あ、シンデレラに出てくるんや。シンデレラにフェアリーゴッドマザーって出てくるんよね。じゃあ見たことあるんかな。でもシンデレラの話あんまり知らんし。ガラスの靴ですよね。ちょ、グーフィー抜いてくれんかな。シンデレラはガラスの靴の話ですよね。確かここにも宝箱が、あの宝箱、なんかこの樽からこっちの木箱に移れそうな気はするんですが、まあまだ先のお話でしょうかね。シンデレラは大丈夫かしらって言ってたってことは、シンデレラのところにも行くんでしょうか。ゆくゆくはシンデレラも出てくるんでしょうかね。お金。なんかこう敵が出てくると全て倒したくなる衝動は何なんでしょうね。
グーフィートルネード。なんとグーフィートルネード。一体どんな技？全然攻撃当たらないし、お金は大切ですからね、しっかり稼ぎますよ。まあ前期開通させただけなんですが、まあいっか、レオンとこ行ってみましょうか。なんかレオンって呼ぶとバイオハザードで出てくるんですよね。アイテムショップ、アイテムショップでしたっけ。レオン・エス・ケネディが出てくるんですよね。アイテムショップじゃねえわ。なんか変なところからアジトに繋がるんですよね。お、トリニティ使える。いや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 、豪快やね。あ、これで行くんかな、裏路地。いや、関係ねえか。あ、裏路地の裏側に。おお、子犬じゃん。こうぶら下がれないのか。そうそう、2番街か。裏路地のところに確かレオンとユフィの館というか、エアリスか、の、なんかあったので、2番街かな。じゃあスコールですよ、スコール。でもなぜかこの人はスコールと呼んでほしくないらしいですね。なぜスコールが嫌なのか。スコールレオンハートですよね、確か本名は。まあフルネーム、フルネームは。裏路地、裏路地ってあれですよね、腹痛が痛いっていう意味が重なった言葉ですよね。裏の路地、あ、えんか、え、えんか、別に普通か。路地、路地裏か、路地裏をよく聞くので裏路地って言うと変な感じになるんですよね。お、入れてるか。あ、これ入れんのや。へえ、戦闘中は入れんのや。結構厳しいですね、このゲーム。戦闘中は別マップに動けないという。で、ここは無限脇だそうです。なので、ここはスルーします。っていうか、ここはスルーできるんですね。キーブレード振っちゃうと、戦闘開始みたいな感じなんですかね。あれ、こっちは入れんかったっけ。おーい、なんかすっげえでっかいの出てきた。
こいつ確か横から攻撃したような気がするんですが、よし倒した、回復したい。この青いのって何なんでしょうね、魔力ですかね。あーでっかいん出てくるんや、でっかいんいっぱい出てくるんや。やっぱ後ろやね、弱点というか後ろから攻めんとダメージが与えられんみたいですね。いてぇ、突進してくにゃ。避けれんねんけど、こいつの攻撃。よし倒した。まだ出てくるんや、逃げようかな。さすがにジリリンなんやけど、そんなに避け出てきてくれたら。こっちか、よしよし。そうそう、でここの裏側に来たんですよね。で宝箱を開けたと。これでもふと思ったんですけど、これでいけることないですか。あ、行ってもうた。あ、これ行ってもうたらまた回っとかないかんのじゃない。あーめんどくせ、行くんじゃなかった。くそー、ついでじゃあちょっと回復していこう。これがあれか、アクセサリーショップの2階か。ほへー、ついでついで、回復回復。なんかこう来た時にびっくりマークが出たんですけど、あれは何だったんでしょうか。まあいいか。2番街はこの上やね。そうそう、なんか一瞬、話す、この話すコマンドが一瞬出るんですかね。では路地裏に行きまして、スコールに会いに行きましょうか。こっちじゃないわ。なかなかマップが覚えられん。あれこっちでもない。あ、そうか、こっちから来たんだっけ。こっちか、ここやね。よしよしよし、で、で、で、この辺に入り口がなかったかな。あら、ないね。すげえ、こんなとこぶら下がれるんや。ちょ、痛い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 、ふざけんなって。うわ、増えたし。あれ、この辺になかったっけ、入り口的なの。確
実にヘアマップありましたしね。こっち子犬たちの部屋か。でも前スコールと戦った後はここに出てきましたよね。お、あったあった、これか。ん？赤の間？赤の間とはなかなかチャイニーズな感じですが、こっちにソフィーじゃないわ、エアリスか、エアリスがいたんですかね。お、宝箱、綺麗な石、緑の間、あ、なんとかの間って見れんかった。あ、廊下？つうかハートです、どこにでも出てきますね。2番街、あれ、ここ普通のとこやけど、あー、なるほどね、緑の間、あー、今は入れないっていうのは確かに、一番最初ここ来た時今は入れないって言われたんですよね。スコールたちと面識がなかったので今は入れないっていう風になってたんですかね。でもここにいないということは、どっか別の場所、ベランダから侵入なんて入れんか、入れんか。お、宝箱。ポーション。こっちは入れずと。あ、トリニティや。この突進か。鉄格子に突進して。これトリニティである必要あるかな？お、いきなり水？うわ、なんかすげえ緑色や。あ、スコール。エアリスもおる。エアリスとスコールのツーショットって、なかなかないっすよ。なんでったってセブンのメインヒロインと、エイトの主人公ですからね。めっちゃガンブレード振ってますよ。いかに透かした状態から素早く振れるかの練習ですかね。そんなこと言ったら怒られそうやけん、やめとこ。トリニティあるし。宝箱。お、子犬ちゃん。どこ行くんですかね。魔法使いの書斎への入り口。おーほーほー、魔法使い、あそこの地下に行くんや。へぇ。まあ、スコールたちに話しかける前に、少し探索したいですが、
行けそうなところはないですね。よし、じゃあ話しかけよう。まあ、まずはエアリスから。お、神秘的ねと。神秘的な空気が広がったところで。